待ってました。ちゃんと見つかったよ。お待たせ。あ、今日なんか通知が行くのが早い。ちょっと待って。お待たせ。すごい、何この星のやつ。ホワイトデーかな。なんだ。電話じゃないです。さあ、夕方になったらさ、音楽が鳴るじゃないですか。大体の地域って田舎の方のそれです。それですね。そう、帰りましょうがなったかな、ちょっと。切った。そう、ちょっと待って、これ結構際どい。妹のやつを借りたんですよ。借りてな、拝借した勝手に。そう、そういうことです。お待たせしました。お待たせしました。恥ずかしくないよ。恥ずかしくないよ。何が？別に何も恥ずかしくない。別に何も恥ずかしくないけど。妹に怒られないと思うよ。多分。気づいてないんじゃない？多分気づいてない。探し物って服？違うんですよ。探し物はこれを探してた。これを探してた。無謀の CD を探してたんですよ。ママからイヤホンを借りたから、歌おうかなと思ったんですけど、一瞬のスリルないから、一瞬のスリル歌ってって言われたから、こないだアカペラで歌おうと思ったんですけど、まだ1回しか披露したことなくて、歌詞が際どいので。歌詞で、ね、今いつもタブレットで歌詞見てるんですけど、そう、歌詞タブレット今ないから、歌詞がカンニングできるものをと思って CD を探してて、そう、あった。やった、見つけた。ママにどこにあるのって連絡して。すごい、こんな感じのものが入っているの？スティーフ48セカンドジェネレーションメンバープロフィール。すごい。私もこれで覚えなきゃ。
これタイプ A なんですか？本当だ、タイプ A だった。あ、一瞬のスリルが入ってるのがタイプ A だからか。なんかタイプ A はあるよって言ってたから。で、あのなんだっけ、あれ劇場がいっぱいあるよって言ってた。へえとか言った。初めて見た人してる。へえ、こういう感じなんですね。めっちゃ光ってるけど、すごい、こういう感じ。その物語なんだ。いける。そうですね。え、いつも CD こういう感じでした？え、いつも そんでね、誰かといたいもね、なかったから誰風を待つも探してきたんですよ。待って、私見るの初めて。すごい。すごいね。通常版勝てない。一瞬のスリルってこと？一瞬のスリル。なんか。あ、これは2曲だからか。少ないなって思った。薄いなか。ねえ、ダウンロード私なんか難しくてできないんだけど、どうしたらいい、どうしてダウンロードした、ダウンロードしたらいいのか全然わからんなんだけど。なんかよくわからんかもね。いや、なんかできないんですよ。なんでですかね。カウントダウン開始。クライミング研究会行ってた。うん、仕事とかわからんけど。全然読めない。なんて書いてあるんだろう。なんかが良きなのね。ほう。
私が使ってるやつさ、なんか難しくてできないんですよ。そうね。夜ご飯食べてないですよ。うち夜ご飯遅いんですよ。作ってみる。何がだっけ。何の話してたっけ。そう。ママがお仕事から帰ってきて。作ってくれるから、そこからですね。昨日はちらし寿司でした。ひな祭りだったので。今日は雨はなし。ないんじゃない？わかんない。 ママがもう飽きたと思ったって言ってた。でも妹とママはもうちょっと飽き始めてね。 もういいって言われる。 でもカノンはなんかハマったら2週間ぐらい一緒のもの食べてたいから。 そう、だから別に食べたいなって思うんですけど、長女、長女、長女って言っても2人、なんかさ、長女だよって言って、まあ、長女のことに変わりはないんだけど、長女だよって言ったらさ、何人いるの妹って言われるんですけど、なんか、別に1人しかいませんけど、汁なし担々麺ブームは去ってないんですけど、まず売ってないじゃない。広島にいたら食べるんですけど、食べたいんですけど、毎日じゃな。分かってんかい。メロンパンは毎日食べてる。もうね、メールに書いてたらね、またメロンパン食べたのって言われるかなって思って、もう書いてないんですけど、毎日2個は絶対食べる。さっきも食べた。メロンパン食べた。鬼手じゃん。鬼手だよ。まだ続く。私多分2週間ぐらい食べ続けるって。ハマったら。今日はね、英語で読めない。イヴ・サンローランボディプテティントインバームの8番です。オレンジだよ。でもなんか薄いの、実際見たらね、そんな薄くもないんですけど。そろそろメロンパン2週間。わかんない、どれぐらい経ちました？私がメロンパン食べ始めて のブームから。8番かわいいよね、オレンジ。6と8がお気に入りです。6はね、プランプなんとかも持ってる。中身ちゃん、カノンじゃなくて、カノンもしたいっていうか、カノンもね、一緒にご飯にも行きたいしね、一緒にもっとおしゃべりがしたいんですけど、会う機会が 本当にない。なんかそれでさ、3周年とかってなったら、3周年のレッスンとかで会うのかもしれないんですけど、3周年ってみんな出るよね。3周年のレッスンとかで会うかもしれない。私3周年のレッスンいないからさ、全然会わなくて、本当に。マジで会わない。もう、僕、恋と、スタジオのやつでしか会わないから。
で、レッスンもやるってなっても2期生多いから、1期と2期一緒にやることがもうほぼほぼないから、そう、普通のレッスンも合わないですよね。マイクバッチリ。そうだよ。ミクぐらいしかやることないからね。自分もミクよろしい。どうぞ。なんかさ、ボケっとしすぎてさ、今日なんかどれ何の話してたか分からなくなっちゃう。忙しすぎた。メロンパンは普通の味、なんかメロンの味がするメロンパンみたいなやつ。また食べたい。メロンパン、今日めっちゃおもろいまとめ方。今日寒くなかった。私結構ね、あったかい格好をずっとしてたから。しかも出てないので。今日かっこいい。え？メイクいつもと一緒だけどね。私メイク、あ、でも、この間は、チークと、涙袋と、なんかリップが、まあ、ちょっといつもよりはピンクよりで、今日はあれです。全部オレンジにしてみました。けど、そんな変わるのかな？ そんな変わるのかな？わかんないけど。スインカンペ。あ、そうそうそう。なんかね、普通に写真で見たらめっちゃ可愛いんですけど、ここの光でやると、なんかそこのね、光がまずなんか黄色っぽいから、もし引きずりすぎじゃない？そう、黄色いっていうか、なんか蛍光灯？わかんないけど。ゆめりん髪切ってた。ええー。みちょも切ってたよね。メンバーに会ってないけど。ツイッターとか。いや、ポニーテールね、ハーフアップして、下三つ編みして、ピンで留めてるんですよ。メイクさんがやってくださるときは、できるんですけど、なんか、上手にやってくださるんですけど、私は技術がないので、ハーフアップだけして、三つ編みを下は三つ編みして、上でピンで留めてるんですよ。できない。そう。だからね、ポニーテールの量がね、いつもより少ないんですよ。ここの量が。みゆみゆとかやったら、普通にこれぐらいかもしれんけど、私が全部やったら、ちょっと後ろ汚いからやだ。触覚がある。ちょっとこれね、伸ばしたいんですけどね。時間がかかるんですよね。
髪をいいとねくくると頭痛がするんですよ。だからちょっとしんどい。まあいいや、ママから借りてきたから。何歌う？みんなちょっと一瞬のスリルは気が向いたらね。なんかアカペラって恥ずかしいから。虹の向こうってあれ？雨が上がったようなやつ？虹の作り方？見てよ。懐かしくない？これ出てきた。なんかね、最近のやつもね全部あるんですけど、なんかこれだけ封が開いてたからちょっと拝借してきた。ママからママのやつか。でもこの間もこれ見せてるよね。これ全力でさ持ちすぎてさ、たまに色変わってる人いるよね。現場とかで。え、チカチカする。ペコって音かわいい。みんながいつも持ってるやつじゃん。振り回した。え、そんな振り回すことないけど、どうやって飛んでいくの？これ先っぽとかあるの？これなくない？え、みんなさ、何破壊神とかなの？やばくない？そんなに食われることはない。妹は今何にもしてないと思うよ。折れやすい。本当に？え、私さこういうとこのさペンライト結構さずっと使ってたりしたけどさ、なんかまあ空気を読んでそのツアーのやつとかにすることはあったけど、結構一本目に買ったやつずっと使ってたのね、今までそのライブとか行った時に。うん、折れたことなかったけど別に。だって中1の時に買って高1とかで使ってても別に。でも場数が違うのかな、わかんないけど折れたことはないかもしれない。わかんないけど、全国回ったりしたことはないからわかんないけど。どうだろうか。折れるほど振る。ああ、そういうこと。落とすことある。あ、なんか落ちた。前の人に当たる？前の人に。結構スタンディングでギュウギュウだった時とか前の人に当たったことあったかな。
片手にめっちゃ持ってる人、ああ44とか33とか。でもあんまり見ないかも、自分が立ってたら。自分がその行ってる方だったら結構いたけど、だいたい今のところ2色で完結するからそんなに見ないかもしれない。なんかさ、1色とかだったらさ、その全部その色にしてさやってる人は見たことあるけど、2色で完結するタイプの色だからあんまりねえ見たことない。じゃあなくはないけどなくはないけどって感じ。3色、 STU3 色いるの知らないっていう。2色で終わってた気がする。まださ人数がさそんなに多いわけじゃないからさ、多かったらさ3本とかもあるかもしれんけど、色かぶってるメンバーが多い。 STU？ねえ、スティーンかぶってる？かぶらないように組み直したよ多分みんな、公式ホームページに書くときに。ん？ 2 期生はまだやってないんじゃないかな。2期生は公式で出てますか？出てるか。かぶってる？ニキとかぶってる。私かぶってる人いる。白白、白白ってふーちゃん以外に知らないんだけど。前はちゃんとここ、でも変えたよね。司祭っているん。まあでも広いところとかだったら、広いじゃない、暗いとことかだったら持ってもらえると私は探しやすいなとは思うけど、2期生は分かんないけど2期生は分かんないけど、1期同士でかぶっ、その正式にかぶってる人、公式な色でかぶってる被らないようにしてた気がするんだけどね。なんか結構長く、いやこれがこれでこれがこれでみたいなやってた気がするんですけど、どうなんですかね。私自分の色しか探さないから誰が誰とかわかんないんですよね青と水色だけしかそんな見たりしないから、あ誰誰かな誰誰かなってなることもあんまりないんですよね。好きな色にしてた、やば、そんなことある。ちなみに何色？いつも心は水色です。心か、そうだね。ユニットごと、ああ
なんの泡だったのかわかんないけど、でも好きな色にしてたらいいと思う。みんながしたい色にしね、しね、して、し、し、して、今なんていう、みんながしたい色にしたらいいと思うよ。あ、してね、そう。みんながしたい色にしてね。あーちゃんとかがさ、しねえやって言うんですよ。なんか、してよみたいなことを、それでちょっと釣られた。今で、しかも言い慣れてないからちょっと釣られたけど、自分がなんて言ってるか分かんなくなって「うん」ってなって、喋りながら「うん」ってなっちゃった。そうね、さきちゃんとかにも言える。私結構行動が遅いから、へし、ほんまにーって言われる。方言コテコテ、もう方言コテコテなのかもわかんない。最近なんか電話してたらさ、自分もさ、どこの方言喋ってるかわかんないからさ、違和感も感じないから、もう最近はどこの方言聞いても。そう、愛知帰って、休業してる間の最後の方は結構名古屋弁になったりとかもしてたんですけど、1、2週間いたぐらいじゃ、家族以外と喋らないし、メンバーと電話する、喋ってる人が多い方が釣られるよね。しかもあーちゃんとさきちゃんとばっかり喋るから釣られるんですよ。あちこち混ざる、いや、めちゃめちゃ混ざるよ。もうあっちこっちするよ。さきちゃん標準語になってる、いや全然わかんない、どうなんですかね。ずっとイヤホンしたままさしてたよね、ちょっとびっくり。で、何歌うって言った？ちょっとユニット曲って何曲入ってんだろう。ユニット曲とかって何が入ってんのかな。一度一ないんですよね。毎日リップ変える、いろんなの使いたいからね。一瞬のスリルは気が向いたら、向かなかったらまた今度。でレジスタンスってなかったくない？これ確かなかったですよね、レジスタンスって。あったっけ？多分ないと思う。黒い天使とかはあんのかな。
ユニット曲あんまりあるイメージない。あ、レジスタンス一回歌ったことあるかも。制服レジスタンスはあった。歌ったことあるよね。だよね。私も思った。一回あああるなんか最初の方なくってなんかあああるじゃんとか言ったのか分かんないけどなんかあった気がするよ。ライブしたいな。青いレモン、青いレモンこそ歌詞が欲しい。やんで弾き語り。キーボードしかないけど、でもキーボードもあんま弾けん。私弾けん。自分に聞こえてる声と録音した自分の声どっちが好き？え？録音した自分の声って録音した自分の声ってこと？え、自分に聞こえ、でも自分に聞こえてる声をどう思ったこともないけど、あまり自分の声はそんな好きじゃないですね。なんか喋ってる時とか歌ってる時とかの声を後から聞いたら楽しそうだなって思うけど、別にそのさ自分の声に好きとか思ったことなくない？わかる？意識したことがない。え、わかる？なんて言うんだろう、え、なんて言うんだろう、なんかさ、え、めっちゃ自分の骨格好きなんだけどとか思ったことないじゃん絶対。え、あるかもしれないよ、その中にはいっぱいね人間はいるからあるかもしれないけど、基本は私はないんですよ。なんかそういう感じで意識したことがないっていうかさあ。ね、意識したことないんですよ。いや、嫌だなって思う、そのさ、なんか嫌なことってさ、なんかそんな、あ、自分の骨格好きじゃないなって思うことはあるけどさ、そうなんだろう。そんな、もうめちゃめちゃ嫌なんだよねぐらいのテンションには思ったことはない。なんて言うんですか？わかるかい？熟していない青いレモンが僕は好きだ。妹さんの声は好き。え、そのさ、この人の声が好きだなってさ、あんまり歌声が好きだなとか思うけど、その声に対して意識したことがない。そんなみんなさ、あ、この人の声好きだなとか思うことある？ちょっと難しいね。あんまり思ったことないけど。いや、ママからさ、連絡が来てね。なんかどっかにいるらしいんですけど、どこどこで無謀が流れてるよって来て、よかったねって今思った。怒らなきゃ返せないから。でも最近なんかよくお買い物に行ったら無謀を聞くことが多くて、なんか嬉しいなと思いますね。まあ私の歌ってないんですけど。でもなんか今までで一番聞くことが多い、意識してるからかわかんないけど。すごい、友達とかからも言われるから。ワークマンとは。風を待つもんね、友達からね、いっぱいね、言われる。
ね、いっぱい聞くの。何しようとしたっけ。あ、歌おうとしたんだった。あ、うるさ。両耳からさ、音が聞こえたらめっちゃうるさい。両耳がちゃんと聞こえるイヤホン、久しぶり。なんかさ、自分の、帰ってくる音よりも自分の喋ってる声の方がこっちの方が聞こえるから多分歌いやすい。ショック。もうそんなことある。やだ。
何歌う？ちょっと歌えなかった全然。壊れた家ほんと便利だった。それの何かエコーでどうなるとかじゃなくて、伝わってる私の言ってること。自分が喋る声ともう一個プラスして喋ってる声を喋るから聞こえるじゃないですか。ともう一個プラスしてマイクを通して携帯でそれをエコーをかけた状態でっていうか、わかる？こうなんていうの、もう一回聞こえてくるんですよ、マイクを通した自分の声が。だからそれはエコーかかってないにしても聞こえてくるから難しいんですよ。だからみんな片耳でやってんの。なるほど、それ難しいわそう、配信されてる音も聞こえてくるの。だから音が2つ聞こえるから難しいそう、処理が入る分ずれ、そう、それまた無謀、無謀さ、また無謀なのって言われない？この間と一緒の歌って、え、今日偉いの、お茶持ってきたスーチ来なかった本当に？あら、でも何にも曲が思いつかないけど、みんな「みんな」とか言って、いや声枯れた時よ。スーチ来なかった本当。コメントもさ、カラオケ配信にするとさ、なんか3テンポぐらい遅い。サステナブルレモンジュースってやってみこうじゃん。ウィンブルドン、ウィンブルドンしたい。あ、でも早くな、なんか急にドドドドドって流れてドドドドドドドってなる時もある。え、私の家の電波がおかしいかもじゃん分かんないけど、食べた時、え、おちも通知来てたよさっき。重いっていう、え、でも前よりは重くなくなりましたよWi-Fi 切ってるんですけどね。重くなるからなんとなった。え、私本当に、全然気がついてなかった。あ、鳴ってるかも。ねえ、ドキドキの癖がさ強い。涙の表面張力みんな難しいって言ってる。難しい。え、難しい。自分のパート以外歌うのめっちゃ難しいよ。ひみりめっちゃ短くしてる。ほんと。自分のパート以外、わかんない。なんか激しいの多いよね。じゃあ表面張力当たって
キスマッチ探そうかな。これでもこれさ入れない。肩ぐらいまで短く、見たいけど、みんな騙されてない？ユミリいつもさ切ってみましたってドッキリよく一人でしてない？今回はマジ、今回はおもろい。ミディアム、私も切りたいんですけど、ちょっと成人式があるから迷ってる。来年だけど1年ギリギリ背負わないよ、強がって微笑んだ涙のダムが警戒する。
揺れて、それは揺れてないわもう。これ一生リズム取ってないとさ、早い曲だと。ゆっくりのやつとかだったらね、あんまりずれることないんですけど。横はね、今のやつだとちょっと難しいよ。昔はどうやってたの？え、昔はどうやってやってたんですかね。でも昔もなんか、え、ずれるずれるとか言ってたよね。これ私一番しか歌えないんですけど、iPad、 いやもう iPad はちょっと論外だったよね。もうあれは全然ね、なんか普通の配信もずれてるらしいから iPad もやめました。2番は分かんない。ワンハーフじゃなくてワンハーフしか聞いたことない。あるんですけど MV 見たことあるから、セリフは2番の終わりだから、ちょっと分かんない。なんか正確に歌えない気がしたからちょっと諦めますね。いっぱい聞いてるんですけどこの歌難しくて2番はなんか、難しかった。私だって声裏返ることあるよ。